はい、というわけでテラバトルをやっていきたいと思います。今日は、バッシュドラゴンというクエストをやっていきたいと思います。このお供を倒すことで、重力お供のバッシュドラゴンまたはバッシュドラゴン Z という非常に強力な、重力系のお供を手にすることができます。それを手にすることで他のホーリードラゴンに挑むことも可能になっていきます。ただしこのバッシュドラゴンは非常に強くてですね、まあちょっと今回は、それで挑んで参考になればなと思ってやっております。ちなみに今回はアクティブギミックという真ん中でファンファン動いているこれを破壊するお供は一応つけてるんですけども、それは使わずに倒せないかという挑み方をしていきたいと思います。一応ですねメンバーのスキルはこれ YouTube と Twitter にも上げるんですけど時間が短いので Twitter は2分20秒で終わります。ジニが、源氏の神弓に4秒プラス、ガッツがルーン、スナイプが源氏の神弓、バルもグランラグナロクで、パルパは、ラムダ化することでアタックホップという火力を 30% 上げるスキルをつけられるので今回入っております。あとは操作時間2秒というのも持ってるん でアミナは一応予備で回復としてっていうのあとアクティブギミック破壊事故っていうのがあるのでこれも一応予備でつけてます。ただ今回は使わないつもりですということでやっていきたいと思います。まず1ターン目でこの雑魚敵を倒して、あの砲台みたいなやつはあんまり気にしなくていいですね。もうアクティブギミックだけなんとかすればいい感じですね。食らっちゃった。まあいいか。だから砲台も使って3連鎖するっていうのが一番ベストなんですよね。 P を使った状態で。そろそろかな。バッシュドラゴンスタートは早いかな。あーもう52万か。あーなるほどね、そういうことか。でも連鎖発動しないと無理だもんな。メンバーの火力が強すぎて52万を切ると、凶暴化モードになってしまうんですけど、あでも48万か、ギリギリいけるかな。ちょっとやってみますね。いや、やめとこう。やめる。今 HP 吸収でした。あーそっか、こっからか。場所が良くないな。ちょっと逃げますわ、このターンを。しまった、一人ミスった。危ない。あんまいい例じゃないねこれね。でこのターンで今ちょっと何回かやったんですけど、最後白のウイルスなのでダメージはないんですけども、その代わり回復量が10分の1になるというターンなんですけども、ちょっとこのターンで決めたいと思います。っていうのは HP が52万、48万以下から27万の間は
凶暴化モードっていって全体9999固定ダメージっていうのを毎ターン繰り返してくるので、必ずそのターンはダメージは避けないといけないんですよ。 それより以下にしなきゃいけない。つまり今の状態だと今52万だから一挙に27万まで HP を減らさなきゃいけないんですよ。そのためにはアタックホップが最低5回か6回プラス本当は連鎖発動しなきゃいけないんですけど、まあ今回は P も使ってちょっとやっていきたいと思います。これでどうだ、これでいけるんじゃないかな。あ、いい感じいい感じ。これでバッシュドラゴンの HP が3分の2以下になれば、あーいい感じいい感じ。はい、というわけで一応あの一番やばいところは超えました。峠はあとはこのアクティブギミックをどうにかすればいいだけなんですけど、そうですね、縦列だと難しいかな。やばい、ちょっとこれ一旦逃げますわ。周りの雑魚潰す。あ、やばい、やっべうざいとこにいるな。もうアタックホップは使えないのでもうこっから自力で倒すしかないですね。これでどうだ、これで連鎖発動してるから今みたいにちょっと操作時間プラスを大量に重ねることで物理のゴリ押しに加えて時間のゴリ押しっていう僕は呼んでるんですけど、操作時間を延長に延長重ねることによって無理やりアクティブギミックを避けるという技術を使ってます。はい、今回はあの操作のうまさを聞いてほしかったのではなくて、あのこのように、操作時間を大量に増やすことによって、難しい操作もなんとかなるということが言いたかったっていう形ですね。はい、でこれを落とすとラック100でいくと、あ、ちょっと出なかったね。本当はラック100と80でバシ、なんだっけ、ヒッバシ、ん？何ドラゴンだっけこれ、すいません、久しぶりだから忘れてるわ、ヒックスドラゴンか、ヒックスドラゴン Z かヒックスドラゴンが落ちるんですよ。それを進化させて Z にして、重力オートモとして強くした上でホーリードラゴンに挑むっていう流れになりますね。なかなか先は長いんですけど、まあまあでもコインとかも結構1万とか2万とか落ちるんで、まあその辺も美味しいっちゃ美味しいという感じです。まあちょっと難易度高いんですけど、まあ操作時間が長いキャラがいるっていうことと、まあパルパを入れてあげるっていうことと、あとは物理火力を高めていくと。で一番おすすめのキャラはまあ、さっき入れたジニが一番火力もあって操作時間も長くていいんですけど、まあゲゴナゴ、ゲゴナゴはちょっとあれかな、操作時間プラスがないと厳しいっていうのがあるし、まあ一番操作時間が長いのはあのエルバーンっていうキャラクターなんですけど、エルバーンラムダが、この子はこの子ですね、操作時間が4秒っていうのがあって、それに加えて本人が自分で操作時間2秒連鎖っていうのがあるんですよ。火力はほとんどないんですけど、
だから1回連鎖すれば8秒4秒プラス4秒プラス操作時間2秒で、8秒10秒でそこにまたなんか操作時間プラスお供とかつければ、まあ、12秒ぐらい使えるから、そうすればアクティブギミックもまあ大体なんとか避けれるかなって、まあ、もし動けなそうだったらちょっとイライラ棒じゃないけどちょっと止まってもらってやってもらうみたいな感じで挑んでもらえばいいかと思います。これが一発目のやり方ですね。まあちょっとこんなやり方やってらんねえよっていうのは、まあ、正直なところだと思うんですよ。いやいや操作時間長いからってさっていう、まあ、そういった方はもう一個のパターンがあります。一応こっちもやっときますね、せっかくなんで。アクティブギミックを無効にする音もつける、破壊できる音もつけるキャラもいるので、そちらをですねやっていきたいと思います。どうだ、名前順、クラーケン機能というキャラがいまして、このキャラは単体で本人がアクティブギミック無効というあの音もつけてます。で同時にお供にクラーケン機能オミクロン2というアクティブギミック破壊というお供があるので、2ターン目は本人が無効になって、2ターン目はまあ自分で挟む必要があるんですけど、まあアクティブギミックを破壊することもできます。でこれでやってきますね。代わりにヒーラーがいなくなるんでちょっと操作を軽く変える必要があるんですけど、そうだな、そんなとこかな。だから字には変わらず入れといて、この状態でいきますね。だからアミナをクラーケン機能に変えた状態で、バッシュドラゴン、まあこちらすいません、操作時間2秒プラスつけさせてもらいます。まあ、さっきと同じように最初のターンは雑魚敵を挟むという、このようにダメージ受けません。でクラーキン機能にもアクティブギミック無効のお供が今つきましたんで、あとは自分で挟んでる限りは大丈夫です。ダメージ受けないし一瞬で破壊することが可能です。結構楽ですね、やっぱこっちの方がね。あ、今ミスった。このように今ミスったんですけど、クラーキン機能が直挟みしないとその時点でアクティブギミック破壊のスキルが発動しなくなりますんで、今やったようなのは完全にミスです。直挟みしないと発動しません。そこはちょっとネックなんですけど、で3ターン目は同じようにヒーラー HP 吸収周1なんで、これは避けないといけないですね。でここで全員を避けさすのはちょっと厳しいと思うんですよ。2秒しかプラスなってないから、だからそういう時は4秒プラスのキャラを代わりに使うっていう戦法で行くしかないっていう、スッとこう。だ一番いいのは俺さっきみたいにミスをしないことですね。こうやって今発動しましたんで、
でもう53万なんで、もう次に発動し次のターンで決めないとまたあの暴走モードになってしまうので、凶暴モードか、はい、ここでアタックホップを6回発動します。でアクティブギミックも破壊しちゃいます。ここでいいっすか。こうです。結構楽ですね、こうやってやってみると、うん、全然楽ですよ。だからやっぱクランキン機能を使うっていうのが一番有効的なんでしょうね。まあ、ここまで HP 減らないけどね普通は、うん、めっちゃゴリ押ししてるし、うん、そうだな、もうここで決めないと死にますね全員。今アクティブギミック発動してるから潰す。でこれで OK、 これ楽勝でしょ。いやー地に強いなやっぱ。というわけで1回目のやり方よりもやはり、このバッシュドラゴンはクラーキン機能様を使うのが一番いいということが今分かりました。でここでヒックスドラゴンが出ました。ラック80でヒックスドラゴン、ヒックスドラゴン Z が100で出ました。これが大事です。で不確かな砂粒っていうのもいるんですけど、でこれを育てることによって、ホーリードラゴンで戦えるようになると。ヒックスドラゴンの進化には不確かな砂粒が50個必要になりますので、まあ正直ラック宝箱でヒックスドラゴン Z を最初に出した方が楽は楽ですね。というわけで、バッシュドラゴンの倒し方を2通りやってみました。ちょっと長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。